ついにですね、もう先ほどはもうちょっと中近東に行ってきましたけれども、中国に帰ってきましたということでですね、もう何でああいうことをね、あのお話してかと言いますとね、まあ文化っていうのを私はすごく面白いのが、もっと人類的なね、もっと昔の人はもう、 もうユーラシア大陸も、ね、自由に歩いていけるところだったらね結構歩いていろんな人がねあのー、関わり合って意外と古代の人もね一つの文明だけっていうか今度は最近はトランスっていうか、ね、その間の関係がねもう結構いろいろね面白いんじゃないかってあるんじゃないか例えばメソポタミアとインダス文明の関係とかそういうのもあったあい関係でですねもうしょうがないとあのー 中国の文明もですね、もう世界的に考えていかなきゃならないということですね、一つの面白い例として言いきましたけども、ついにこの我々が使ってる漢字、数を表す方法ということですね。もうこれなんか見るとですね、もう,もうはっきり、これ全部、こちらは甲骨文字なんですね。こっちらは大体いい金文って言いまして、ね、青銅器に刻まれたもの。こっちはあの骨に刻まれたものなんですけどもね。 で、それを、いい例を、きれいなものをですねあ、取ってきたんですけどね。結構、当時のもう3000年前ぐらいなんです。これみんな、章っていうのはいいんですから。で、青春の初期ですから、ちょうど、インから青春になったときは、紀元前のですね、ちょうど3000年ぐらい前なんですよ。いろんなちょっと学者によっては、細かい年はあるんですけども、さちょうど3000年ぐらい。その時の文字の状態を見,見てみますとね、この1、もうこれもは,はっきり分かってますね。1本あると。 2、2も分かると、2本、3、3本ありますと、もう間違いないと、もうこれはもう説明不要だということですね。4もですね、実はこれちょっと後で説明したいんですけども、こ当時はですね、4本で書いてくれていると。まあこれはもう、1、2、3、4はもう間違いないと、もう説明不要ということですね。見ていただければということです。ところが、これ、我々使ってる5、なんでこれ5はこっちなんだと。 こうあのデパートのマークみたいなだと <laughs> なんでこんなんだと, <laughs> ということですね。でしかも 6!6! なんだと。まあ、こっちは我々使っている形です、ね、よ言われてみれば6ですよね。これですね。で焦点だとこれですね。焦点だとこっちこういう子だと。7!7 も。まあこれ、こう言っててやれば7ですよね。うん、うん。わかると。8! これもこうだと。 でも、もともと1、2、3、4で来たらなんで5本書かないのと、おかしいじゃないかと言われるかもしれない。まあ、1つの考え方としては、もうね、5、6、7とかなっちゃうと、もうね、もう本数がいっぱいで、ね、見た瞬間にパッとね、わかんないと、数を認識できないということ。で、これね、昔からね、いろんな学者がね、この文字をね、なんでこの文字はこの5なんだ、6なんだっていうのをね、もう家,じゃ家のことじゃないかとかね、<laughs> いろいろ言ってる人がいる。もういろいろ考えてた。 でも私考えるにはね先ほど見ておりましたようにね数を人間が数えるというのはねそんなに難しくないことなんですあの一番大事なことで文字の始まりというのは大体ねものを数えるそれをそのメモしておきたいというところから始まってるだからねこれそもそもね漢字は何かをかたどったっていうね証言文字もそうですけれどもそういう概念以前の問題だと私は思ったわけですね でこう5っていうのはこれ結局ね、ばっテんだったと、もともと。いで、6っていうのはね、この逆有の字みたいな、こういうマークだったと。いで、7、もう十字だと。これ、言ってみればこっちはかける味ですね、今で言えばね。で、2本増やしたのは、多分ね、この5と7でもね、区別はつきにくくなっちゃう、もうちょっと、ちょっとこうなっただけで、十字かあの、こっちなのかもう分かんないということで、この2本加えたんじゃないかと。 八だってねこれもねこういうマークでね当時結局そのものを数えてその八という概念を表したかった時にあの簡単な記号をね土器なり腕なりでね書いたんじゃないかと思ったわけですよね。でそこでね私ねちょっと思ったんですがあのこのねマークっていうの不思議なことにね「価格」と書いてあるんですけどねこれは中国でう当時の占いに関係する駅という。 疫というものがあるんですけどねその占いをする時に数字がやっぱり表記しなきゃいけないんですけどもその時に書かれた数の書き方が6とかはこういうふうになってるしで7 8あ68がねこうなってたりですね。 もともとあった辞書はこれ逆になって間違ってたけども私がこれ見るとあの訂正したんですよねこれ7と6と8で逆だったと思うんですけど私訂正してこうなてしてくれけどもこの形見れば8があるしここに6があるしここに7があるわけですから結局これはもう本当に原始的な時代の時に何かしらの,その占いをねした時に液と駅共通跡につながっていく。 状態ですけどもこれは全部青銅器の陰の時代の正銅もう一番高骨文字と同じ時代のもう遡れるまでのもう一番古い状態からもうこういった数の書き方はあ,のありまして、ね、こっちなんかを見てみるとちょっと面白いのがさっき言ったように私がバッテンだったんじゃないかとこの結局最後の5はバッテンだってでちょっとここに増えてる <laughs> ということでですねこれよくあの八家っていいますけど駅ですか、八家の形ですけども 書くっていうかいうんですけどもそういったその占いの結果を書く時とかなんかに使った符号を数字とあの一緒に転用したかもしくは逆だったかもしれませんけどもそういったもう本当に原始的なあのー、もう二画ですよねみんなね5だってこれ二画増やされてるけどバッテンだって二画だし7だって二画だしもうそういった簡単な符号でですね 刻みつけたとそう,う,う、ね、5678に関してはですね自然ではないかと私は思いました。それで6段階というのは一番最初の状態はこうだったけど後でもうこれなんかもう他のものとちょっと混同してなんて言いますかねはっきり分からなくなっちゃうということでこの角が増やされてですね5も2に角増やしてですねもともとはこの中のこれだけだったというのが一番自然な発想じゃないかと。 いうことでです、ね、俺と問題があるのがこの「9もねこれ何だとこれまあ今の形と同じだけどもこれ何の,あの形となるんだってこれみんなあのインド時代の鉱骨文字とこの青春一番最初の,あの青春の青銅器にあった金文なんですけれどもこれも考えるといろんな と言う人がいて、このヘビーじゃないかとかね、もういろんな、でもすごく思うのが、これ、ね、S みたいな形してますよね、これ。これで、一つ、えー、言えることっていうのはこちらにあるんですけどもね、Q っていうのは、ちょっとこれの資料だけだと、ちょっと字のですね、バラエティーと言いますか、あのー、がちょっと少なすぎるということですね。もうこういう分かんなくなったときには、たくさんの当時の甲骨文字の あの何て言いますかね、資料をたくさん集めてきて、もう刻み方とかにちょっと癖がありますからね、書き癖がありますから、見てみると、こういう形もある、こういう形もある、こういう形もある、あ、これ言え使ってる球に近い。で、これもある、これもある、これも,これも、これなんだって考えていくとですね、最終的に私のものが、昔の人はですね、欠条といって、条は縄、欠は結ぶ、縄を結ぶ。 縄を結んでですねいろんな何なんか数字との,の概念とかもう簡単な原始的なあの概念をですね表現してたんでこれ縄の形じゃないかとこれはですね考えたわけですねしかもですねそう考えていくとここまっすぐのもあるんですけどこういう風になってるこれ何だとこの部分9のこのののところこれ何だと思った時にはですねあの糸編ってありますよね糸編あの糸を書きますそうすると下に 小さいみたいに小の点々点とかもしくは小みたいに書きますね。糸の下。糸,糸,糸という漢字を書いたときも糸編でもそうなんですけども、糸編というのはもともとね、下がこうなってましてね、このタランって荒れてる。これはこうこうとかここに値するんですけどね。これは糸が、糸のふさ,ふさがあってですね、これ,ふさ見えます、ね、これは膠骨文字ですけども、糸のふさがあって、の糸のふさの端っこがですね、ほぐれてですね、こうなってる状態、ふにゃふにゃってなってる状態ですね。 で縄っていううのもそうですね縄は糸を揺り合わせてるから縄の端っこっていうのは、まあ、あとはローとかでピシュって固めてしまうっていうのねよくあの船舶とかで使う縄なんかは海水が染み込んでって膨らんじゃってほどけていくと弱くなっちゃうから端っこをそのローとかそのプラスチックで固めてしまうけどもともと縄ってこの糸がよれてる状態あの一番端っこはですね端点だからそれなんじゃないかなとでもう度それで考えていくとですね 例えばこの「己」という字があります。「木」という字がありますね。これこの字もですねなんかある人はこれはやっぱり縄の形で昔の人は記録をしたからあのだからその縄の形をかたどったんじゃないかという説があってこの出身生という人が説問開示ですねそれに対して文字のどういう意味なのかというのを注釈した本があってこの文字というのはですねもともと「木」と「日本書紀」とか。 あの歴史書っていうとか記録っていう意味で使われるこの木ですよね。腕は本当の字だったと。もともと糸がついてるけど、この木という字はですね。昔の時代はこれは糸の形をかたどったんだと書いたんですよね。だからそれ考えていくと、例えばですね、記念とか記録っていう字、木ってゴンメンになってる場合もありますけど、ゴンメンの中にもこ,のこ,のこ,のこれ入ってますよね、記録の木。古事記っていうのはこっちの木を使いますね、ゴンメンの木を。で日本書は こっちの糸への方を使いますね。両方とも同じ意味なんですね。記録という意味でだから、これはもともと縄の形で言ったものを語ったってたんじゃないかなと感じますね。しかも、その駅のあの刑事というその駅の解釈する注釈がありましすね。そこには昔の人条項昔の人は欠場とこう書いてありますね。これ縄を祝えて。 それで、あのー、物事を記録したことによってそういった、あのー、世の中を収めたんだと書いてあるんだと。でその後に諸血といってこう,こういったあのー、甲骨文字のことを結文って言うんですけど刻みつけて、あのー、記録を刻みつけることによって書いたんだということでそのので解釈するのが一番ね あのー、これすごいグニャってなってるしこれもグニャってだしいろんなバラエティがあるけども縄骨から取ったんだというふうに考えれば全部すごい合理的にこれを感じ取れるんじゃないかと一つ申し出したいなと思いましてねそして重要なのは今1234569まで来ましたとで今度やっぱり10はですねこれ超えてるんですよね中がね で今はこの超えた部分があって、このブニューンとここ中膨らんでる部分が、これ7ともう間違いやすいんだけども、もう明らかに最初の状態ではこれが10で、焦点、点焦だとね、横ちょっと短い。今みたいに完全なクロスじゃない。これはどっちかというと、ね、普通の十字架に近い。で、こっちはあのギリシャ正教の十字架に近いっていうね、その,あの横のクロスの長さがほとんど一緒になってしまうけど、もともとは短かった。この部分の太さの部分を意味してて、 で、7はこうだったんですけどね。でどっちかっていうと7はこういうふうに横にもむにゃんってやってた形が多かったということで、10と7は似てるけども、やっぱりこう受信法でやっぱり超えさせて、こういうマークをつけてるということで,で、今度ね、問題があってですね、この100、100、なんだとこれ、100、この形、これはですね、あの、考えによっては、このね、白という字がありますよね。 あの色の白がありますねこの色の白という字はこう,こうもともと甲骨文字ではこういう状態だったんですけどもこれもねいろんなこと言うねいろんな意見があってこの例えば親,親指の,その爪とその手前のとこじゃないかとかいう人もいるんですけど一番この漢字を考え次元を考える時に大事なことっていうのはこの先ほど言いましたねこの「木」という字だったら糸辺がついても木だったこのゴンベンがついても木だったっていうふうにそのもっと いいいろんな変がついた時によって、て、あのー、生ままれてくる感じの家族がいますよね。それを考えた時にこの柏柏っていう字はねこの「百」って書く時もあるし「このも白」って書く時もありますけれどもしかもですねこの柏の,その言ってみればそのどんぐりみたいな形ですよねこれじゃないかというのが一番その音の関係当時の音をですね復元した学者がいましてね。 テッチョウ・ショーホーという学者とかで、ね、バックス・サガールとかそういう人たちが、もう、インド時代とか、州の時代、も,うもの古い時代の漢護で,ですね、音をどういうふうに当時の人は発音したのかということをですね、復元してくれてるんですけどね、そうすると、この100という音はですね、プラークって発音して <laughs> 音だったで。白はブラークだったが、近かった音が。 だから、これを借りてきちゃったんじゃないか。でも借りてきちゃうと、もうこれ白と100をやっぱり区別するためには、これ見ればあるですよ、1本これを加えたと。あのー、数字でこっちは100だよ、ということですね。それがやっぱり一番合理的、これ,これを比べれば、本当に1本足されてるということですね、うん。説明がするんじゃないかと。で、1000なんか言うと、これは結局、人がね、人に1本加えてるんですよね。で、じゃあ今の発想でいけば、 あのー、せやっぱ100とか1000になるとどうやって表現したいかってね難しくなってきちゃってね押するとやっぱ音を借りてきたということなんですね呵責っていう言い方するんですね借り音を借りるそうすると人人っていうのはスンってういう発音だねこれね人ああ失礼してました線がねで人がジンって発音、えー、だからすごいね音が非常に似てたということだからここに1本加えて数字だよってことで加えて100と同じ発想してますよね 人っていうのはこう、ここに一応出してみると、これ。これ一本加えた。で、これ。これも一本加えた。これということで、人の形してて、その一本加えた。だから線で。この部分っていうのは一本加えたので、ここの部分は人。人のあれですね。じゃないかっていうのは合理的だと。いうことで1一万の万はなんだかっていうと、もうこれもね、同じ発想でいくんですよ。結局、当時、これ、サソリの形してますよね。はっきりして見ると。で結局、このサソリの形。 これをね、1万にして、今でもこの難しいこの万は、この形を継いでますけどね。で、この上のこの部分は、あのー、ハサミですね。こうすると音がですね、やっぱこれも近いですね。すごく。というわけで、そういう意味では音を借りてきて、数字、あ、ここもよく見ると、これ1本ちっちゃい、ちっちゃいけど、サソリちゃんにここに1本棒が入ってるんですよね。同じですね。あのー、数字として使われるときに。まあ、こっちは刻み忘れたのか。 まあ、なくてもこれで分かったんですよね、1万って。だから、あれですけど、そういう形で数字に音が似てるから転用したんだということ。それで、じゃあなんで4ってね、こんな形しちゃってるのかということですね。当時は実は結構戦国時代か新宿時代ぐらいまでは4はもう4本だったんですよ。だけど、ある時にこれ違うと。全然形が4も。これがね、その出てきた頃の登場したこの4で、これ4見るとこれ、ね、鼻の形をしてるんじゃないかと。 鼻が2個に穴があるんだということですね。それでこの穴があってこう。鼻の形だとこれ。あの4という音が鼻にのあとこれね。今でも感じとして今同じ発想ですね。先ほど白から柏にするにもそうだった。この木からこの木という。そのだった。 てんてんてんで水だととというこここをつけるとこれね鼻水って意味ななんんですよこ感じだから結局これ花と関係してこういう文字になっちゃう。でなんでかっていうと3とか4とかもういっぱい123ぐらいまで良かったけどやっぱ書き間違えで書きそうにしたりやっぱりススをですね表すときにすごいやっぱり混同してしょうがなかったから4というのはもう違う音が似たものから借りてきちゃおうということで変わっちゃったんじゃないかと。で我々でもよく あの、領収書とか書くときには、もっとこんな数でだと1本足されちゃったりするから、難しい漢字使いますよね。それと同じで、書き換えられないようにとかね。1本これ3に1本に足して4にしちゃって、ごまかしとか聞かないようにですね。そういうふうに防止して考えたっていうことも考えられますね。それでもう1個大事なのが、その結局、受信法だと間違いないと。えー、10、100、1000万まで来ましたけどもね。あのー、もう本当に全部受信法で。 感じというのを体験はなっているということで、あの見てこれましたけどもで、ここで今度見ると、結局ね、当時はね、20というのもあってね、これ今でも使う、私もね、書くときに、これ20使います、これ。これ22本あると、これ、これがですね。そういうことで、今でもこれ使うし、20という字もあるし、で、30という字は本当に30本、あ、失礼しました。10が3本あって30になってるし、で、こいでますね、本当に10、10がありますね。で、ちなみにこの世の中という字がありますけど、 世論とか世論の世の中あの字もこの一本ここにちょっと下がピンって出てそれが世の中なんですやっぱりこう30でその1世代が変わるからその世の中っていう字になったんじゃないかなっていう考えられておりましてね一つあるんですけどで40もそう50だともうくっつけてですね当時はこれと5をくっつけて50。 60も60これとこれをくっつけて10と6でくっつけて7080もこういう風に書いてたけれども今はもう別々の字にして書きますけどねそういった形で当時はあの数をですね間違いなく受信法で書いた30003000 3000なんていうのをこれ面白いのに3本ここにあるとだからある意味これこの解釈をした時には1000としていった時には1本で2本3本で加えると3000になってるということですねこの1は 位取りの1だということも考えられんですね言。言っていれば、今でもね、中国では時々1000って書くときには、日本人には1100って書きますけども、よく1100っていう人言いますよね。1200とかあの1、1をこの上に書くこともありますよね。1000と。それと一緒で、ここの1本というのは1ということ。ここも一これも1ということでね、これが組み合わさったんじゃないかなということがここで考察できる。こういう3000は3本あるからと。 で400は4本あるからと。300は3本あると上にで。200は2本ある。で、100は1本だと。こういうことも言えるんじゃないかということが終わりましてね。1から1万までですね。中国語において、漢語において、漢字で数を表すというのは何からもともと来てなのか。ここで全部クリアになったかと思います。とてもあの面白い数の数え方で合理的だったと思います。 ところでこの9という数字に関してさっき糸だったり綱であるような文字が似てると言っていたわけだったけどもこれって要するにさっき他の数字で4とか6という数字は音が先にあってまあ似た音を出す文字を借りてきたと言っていたわけですけどっていうのも結局そういうような理由があったりするんですかね。 そこね、大事でしたよ。すごく大事なことです。このね、9。で、さっきこれとこれはね、似てるんだと。形は似てるんだとお話したと思いますね。これで、1本棒もある。これここは、糸の子に似てると。でもね、このね、己というこっという、9。今は音も違うけれども、これ、昔の音を見ると、これ、く 音近いと、これはね、九州のね、我々が九州っていう時の、キューととは、これあの国際音響って言って、それで IPA というね、もうすべての言語を、その音を書こうっていうですね、口の動き方ですね。これは九州のキューとを、ね、音が一緒で、ですから、これは結局、この2つの漢字が非常に音が苦手っ,っていうのも、一つのものすごいですね、説得材料だと。 もうこの考え方がちゃんと急にも踏襲されてるんじゃないかということがね言えると思うんですよ。それと今ねもう大事な忘れてしまったのがそのこれが、あのー、鼻水というね意味が持つということねもう一つここにもね死というのは死境ですけどもねその中でもこのこれ涙ですよね鼻水っていうことでこれでこれ見ると目からですね出るものが涙で鼻から出るものが鼻水って書いてあるからちゃんとねやっぱりちゃんとこういった意味もあるし。 言ってみれば音も一緒だし、あのー、本当に意味としてもちゃんとこういうふうにあの調べていくとあってそれでこの形はそうすると「花」って解釈するのは合理的なんじゃないかなっていうです、ね、一つの説得材料になるということでこういう語源を次,次元を考える時にはこの音と意味と形それを総合的に、ね、考えていくと非常に合理的なんじゃないかなっていと,、ね、ということですね。ということでですね あの、数字について、すべて、1から、12345678910、100、1000万とですね、全部見れてきょれたと思うんですよね。それで、まとめて、全体まとめてみますと、この、1、2、3、4っていうのはですね、もうこれはもう簡単に、1本ずつ増えていったということで。で、そこから、5、6、7、8のこのグループはまたね、これは、不合じゃないかということ。 それがね、分かってこれたんじゃないかなと。で、さらにこの10いうのはね、先ほどははっきり言いませんでしたけれども、このまあ1の十進法ですから、一をまあ縦にして、これで肥やしてですね、あの、増えてる10だということで、肥やしてんじゃないかということ。これで100、1000、万についてと。それと4は戦国時代から。これらは他のですね、100は柏、1000は人、万は サソリと、そういうた全く違うもので、形をかたどりやすいものを、その音が似ているから、これを持ってきたんじゃないかということですね、分かったと思うんです。それで困ったことがこの Q。Q がね、なかなかね、難しいということでしたけれどもね、そこでちょっとですね、考えてみたら、これは縄じゃないかということで、できたと思うんですよね。で、 この五、六、七、八について、このところは結局符号だと申し上げましたけどもね、はっきりね、証拠として面白いものがありますので、ちょっとね、見てみたいと思うんですよね。これは、東文国府っていうんですけどもね、もう、陰の時代とかも、それよりもちょっと前の時代のこの遺跡で、あの、骨文字なんかができる前の状態でも、もうすでにこういった、 あの陶器なんかにはもうやっぱり、あのー、残りやすいんですよね腐りにくくてですねあの有機物ではないのでこれでそこに5とかですねこの7とか10とか20とか30とか30そういった符号がですね刻まれてるということでこれがやっぱり関数字になる前の状況じゃないかということでこちらを今度は八景と関係あって言ってみればこの。 疫橋におけるその占いの結果をですね、このように、あの、符号で書いたんじゃないかということ。で、しかも、面白いことに、5、6、7、8 2の数字と関係して入っているということがね、見て取れるんですよね。で、この、金文にもこういうふうに煮込まれてまして、数がですね、こういった、あの、これは、価格とさえ言いましたね、発見の件に書くということでですねあの、登場してくるんじゃないかと。 いうことで出しておきましたと。それで、さらにですね、ちょっと戻ってみますけれども、Q のところ、これもですね、音が似てるということでね、もう言ましたけれどもね、私がこれ考える上で一つ面白いものがありますので、見ていただきたいと思うんですよ。これがもう Q というね、数をですね、あの、肝臓語族と言いますけどね、もう、肝臓や、 チベット語やビルマ語やそれ少数民族のですね、遺族の囲碁とか梨語とかですねこういったのあとは聖歌語っていうもうこれはもう古い言葉でしたけどももういろんなカレン語カチン語いろんなんですね中国の南の方とかインドの方とかビルマの方とかもうバーッと広がってますね全部の。 言葉からも全部 Q は何て言うのかと。で、この中は、この中古漢語って大体トー、東、東とか、随とか東とか、それよりちょっと前の上古漢語、神とか漢とか、そのぐらいからどん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 分かれたいろんな言語でも Q を何て言うのかっていうのが全部書いてあるんですけど、もちろん日本語の漢語の読み方、漢音ですけれどもね、あと語音、そういった音が全部ね、表になってありますけれども。 もう結局この音というのはねこの字形とかと関係なく語源としてね他の,あの肝臓語族というもうたくさんの言語のその起源から分かれたということで全部集めてくるとちゃんとキューッと音になってるっていうのが分かるんじゃないかというふうに別のルートからですねあの言葉の音それが出てきておりますのでねでそういったね違うアイディアを持ってきてですね 全部考えていけるということなんですよね。で、ちょっとイメージを膨らませるという意味で、こちらなんですけれどもね、肝臓語形というのはもう、全部ものすごい数の言語がありますけれども、それをどんどんどん合わせていくと、ここで分かれたんじゃないかなっていうのが分かってですね、ここに地図がありますけれどもね、さらにこっち見ますと、この中国語の範囲と、漢語の範囲と、ここにもたくさん山の中にいる少数民族の言葉。 もしくはチベット語、ビルマ語などなどですね、それらを全部寄せ集めて、全部分析をすると、もっと古い時代に別れる前にはこうだったという音がわかるという、なんですすね面白い研究がありますそういった形で、時系を分析することと、地音、音と、あと意味なんですけれども、それを全部きれいに結びついてまして、特にまあ言語というのは、ね、音なんですよねでその音がね。 あのどうなのかっていうことそれを考えてですねこの「Q」がねものすごく大変で「Q」の探究もう私がこれをあの己というのとあの関係してるんじゃないかとで縄の形なんじゃないかというふうに類似してた時にそれがものすごくね大変なんだけどもう「QQQQQQ」ってね「Q」をね考え続けましてね「もう Q だ!」ってねある時にも分かりましてねそれで皆さんに発表できたと思うんですよ。 ですから今回はもう簡単に言ってしまうと1234のグループ5678のグループこれは符号でしたとそれと9の探究それとこの1001000万のですねこの1本何で棒があるのかということですね234とこれ合文というんですけれどもね合わせる分と書くんですけれども今ではもう違う感じで分けて書くけれども 当時は一つの文字の中に二つの文字が合体してしまってね、それを合文というんですけども、そういった形でこの棒というのが由来があったんだと。1がくっついてるね生じてるんじゃないかという、そういった知見、それらをですね、皆様と共有できたと思います。これでもう数字について、もう存分に皆様にお伝えできました。今回もですね、 もう正月のプラスアルファのさらにプラスアルファということで、ね、ご覧くださいました。ありがとうございました。と。この4567の部分にはこの八家とあの液晶と関係あるということでしたけれどもそれがですね次回の動画にも関係してくるものですからねどうかご期待をでくださればね本当に嬉しいです。本当にありがとうございました。これからもこういった素朴な疑問から始まるですねたくさんの面白い 探求、発展、それを皆様と共有してまいりたいと思いますのでどうか k f r シニ n のチャンネル登録をくださると嬉しいです。どうもお聴きくださりましてここまでありがとうございました。